みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のゆずです。ココです。ココです。はい、今日はですね、先日インスタグラムの方でゆずとこゆきに質問を募集しました。というわけで、視聴者の皆さんがゆずとこゆきに質問をしてくれるということなので、どんどんそれをママが質問していいかな、二人に。いい？寝たぞ、おい寝たぞ。じゃあ二人に質問しますので、ちっちゃい子ってさ、やっぱりさ、一人が言うともう一人も同じ答えになりがちなんで、今回は私が質問したら、私にちょっとそっと耳打ちでね、答えを言ってもらって、その答えをどうしてこういうのが好きなのとか、そういうふうに掘り下げて話していきたいなと思います。結構な数の質問が来たんですよ、皆さん。すごいいっぱい、ほらすごいでしょ。ざっとどんぐらい来てますか？ざっとどれくらいですかね、もう全然数えきれない。多分私前回の500ぐらいあったんですけど、ゆずちゃんくんちゃんも500ぐらい多分あると思います。すごいですよ。兄弟で一番好きなのは誰？よく考えて、ここに耳にコショコショってして。いやいやいや、兄弟兄弟兄弟。はじめはこうちゃんって言ってました。ここはもう使ってほしい。ありがとう。あのね、二人ともママって言ってくれるの嬉しいんだけど、ママは兄弟じゃないんだな、お姉ちゃんじゃないの。まあお姉ちゃんみたいに若いんだけど、お姉ちゃんじゃなくてお母さん。やめる。やめないで、やめないで。いやいや、はい、ママと。やめる。はい、集計の結果で出ました。さあ、二人とも同じ回答でした。二人とも、せーの、キララキララということで、なんでキララが一番あれだった？優しいから。確かにね。まあ、あの離れて暮らしてるっていうのもあって、やっぱり優しいよね。どうしても一緒に暮らしてると、まあ、優しく接する面もあるけど、叱る面も出てくるじゃん。教育の面にね、関わることもあるから、ちょっと厳しくなる部分もあったりしてね。その分キララはやっぱ離れて暮らしてるから、あったら優しいよね、めっちゃ。ココは何でキララ？だってさ、キララのお家いた時さ、楽しかった。よかったね。ご飯美味しかった。なんか手作りしたって言ってたもんね。ココは昔からキラ好きよね。あれちょっと、ユズはね、昔からシオンが好きだった。あ、シオンが好きだったの。シオン今回脱落してしまいましたけど。でも本当みんな仲良くてね、嬉しいよ、母としてはね。はい、じゃあ次の質問いきます。二人とも、ゆずちゃん、こゆきちゃん、大きくなったら何になりたいですか？はい、お、いいですね。じゃあ、はい、いいよいいよ、二人とも一緒に一斉に、はい、どうぞ。ママの耳に。おお、はい。耳がこそばる。はい、大きくなったら何になりたいですか？ケーキ作りたい。ケーキ屋さん、すごいね。どんなケーキ作りたいの？いちごケーキ。いちごケーキを作りたいの？自分で食べるために作る、それとも誰かにあげたいの？誕生日の子にあげる。ねえ、すごいじゃん。誕生日の子にあげるためにケーキ作りたいの、素敵。かなうといいね。ゆずちゃんは？救急車と消防車と警察官とタクシー。かっこいい。あの消防隊員じゃなくて消防車になりたいっていうのは昔からずっと言ってるんだけど、警察官もずっとね、レントが警察官になりたいって言ってるから、ゆずもなりたいんだってなってるね。救急車？それとも救急隊員？救急車。救急車、車になりたい？違う。治す人。整備士？病気を治す人？違う。事故にあった時に救急車を。あ、そうだね。救急。すごいね。じゃあ救急車の人だ。すごい。ママが何かあったら直してね。
ありがとう。もうこれで暴飲暴食できますね。本当だね。一番好きなママのご飯は何ですか？はい、はい、はい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 、教えて教えて。ここは何て言いましたか？オムライスとカレーとチャーハン。オムライスとカレーとチャーハン好きなの？うん。美味しい、いっぱい食べれる？うん。あ、この前ね、うんうん、いっぱい食べたの。確かに前の日のね、余ったご飯で冷や飯でチャーハンを作ったところ、非常に美味しかったと言ってくれました。嬉しいな、ママ。いっぱい食べた。いっぱい食べたね。はい、じゃあゆずちゃんは？チョイチョカレー。チョイチョ、フォカッチャだ。この間ママが作ったフォカッチャでしょ。チョイチョイするパン。そう。パンが好き？パン。パン。ありがとうございます。またパン作るね。うん。お菓子どれでも買っていいよって言われたら何買いますか？はい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 。2人とも素晴らしい。はい、ココちゃんは何ですか？教えてください。プリンと、うん、ゼリーと、うん、アンパンマンとうん、うん、飲めないガム。あ、飲めないガムね。チューイングガムの方じゃなくて本物のガムだ。我が家ではガムを、ね、禁止してた時期がありまして。なんでですか？そこら中にペッてした時になんか髪の毛についてたりとか、まだちっちゃいからなんかそういうのやらかしたりとかして、髪の毛がここだけ短いとかいうことになったりしたのなかなか貴重なんです。取れないですよね。そう、なかなか取れなくてね。はい、ゆずちゃんは？ハイチュウ。ハイチュウ。あの、ソーダと、うん、コーラの、うん、酸っぱいな、シャカシャカして、丸くて、ちょっと硬くて、かじったら、うん、その味がする。あれ、ちっちゃいやつ？そう。あー、わかった。あ、わかった。うどんの飲めないやつ。ちっちゃい丸いハイチュウだ。そう、なんか袋に入ってる。うん、うんうん、なんか私たちのあれだとハイチュウっていうとこのさ棒状で売っててさ、四角いこういうやつってイメージだけど、確かに私が買うやつはこのなんかグミみたいなパッケージでちっちゃい丸いのがつぶつぶがいっぱい入ってるハイチュウを買うってことらしい。ゆず 3個とか買ってるよ。好きよね。二人の宝物は何ですか？はい、じゃあ教えてください。宝物です。はい、小雪ちゃんからお願いします。ネイルと、はい、シールと、うん、プニプニするやつ。素敵。プニプニするやつね。ネイルはあのお誕生日の時にもらったやつ？うん。大事にしてくれてるんだ、うん、ありがとう。嬉しいな。ネイル塗るのが好きなの、それとも塗ってあげるのが好きなの？結構さ、リアちゃんとかゆずちゃんにも塗ってあげたりしてるじゃん。塗ってあげたり、塗ってあげたりが好きなの、うん、あ、ネイリストとかどうですか？いいですね。いいね。はい、じゃあゆずちゃんは？サンタさんにもらったやつ。ワンちゃんのやつ。本？違う、折り紙の本。うんって言ってんじゃん。ねえ、それうんだったんだ。だいぶ待ってたよ今。今年のサンタさんのにもらったのは折り紙の本だったね。雪だるま。それが宝物。今は見て、ね、雪だるま。折り紙の本で何作った？女の子の髪の毛と、うんうんうん、ハートと、うんうん、猫ちゃんと、うんうん、ママにも作ってくれたね。あの王冠の、そうね、王冠作ってくれたね。猫ちゃんの顔のやつに王冠つけて、うさぎのやつも王冠につけて、うん、で可愛く飾り付けしたら、うん、ママに渡して、あのチンペイペイプーの歯と
ステッキみたいなね。そう。ハートのステッキみたいなのも作ってた。できたかな。ありがとうね。上手に折れてたね。うん。来年2人はどこに行きたいですか。はい。はい。はいはいはい、どうぞどうぞ。じゃあママじゃなくてもうカメラにお願いします。じゃあこいちゃんどうぞ。はい、雪のところ。おー、雪のところ行きたいの。スノボーだ。こないだスノボーしたからスノボーしたいの。知ってるの。何て言ってるの。釣り。うん、雪のとこでね、スノボしたい。で、ディズニーランドとキーちゃんのとこと、ディズニーランドで何したい？なんかキティちゃんのお洋服着てコスプレしていきたい。違う。いろんなの乗りたい。乗りたい。うーん、でね、キーちゃんのマーメロの洋服とか買って、着て、マーメロのこの頭につける注射をやったら、で、クロミちゃんの洋服持ってクロミちゃんの注射をやって、クロミちゃん見に行って、なんかいっぱい乗って帰るの。いいじゃない、やりましょう。ね、今度行こうね。はい、じゃあ七豆でございます。お姉ちゃん2人はバスケやってましたよね。ゆずちゃんとくきちゃんは何かスポーツやりたいと思ってますか。はい、どうぞ。はい、くきちゃんからどうぞ。自転車こぎたい。自転車ね。自転車のスポーツって結構いろいろあるんだよね。 BMX とかね、興味があるなら体験とか行ってみよう。行く。もう今行く。今。ね。伸びるぞ。伸びるぞ。今行くよ。Go。はい、じゃあ小雪ちゃん、ゆずちゃんは？バスケ。あ、ゆずちゃんはバスケやりたいな。ピースとライムの見てやりたくなった。はい、というわけでバスケと自転車でしたね。二人とも YouTube 結構ずっとやってるじゃん。どんなロケやりたいですか。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。どんな企画やりたいですか。おー、はい、ねえねえ、フーフーしないでね。じゃあ、はい、小雪ちゃんから。バス運動会みたいなこと。みんなでスポーツテスト。うん、スポーツテスト前やった、面白かったよね。もう一回やりたいね、みんなで。じゃあ、ゆずちゃんは？電車で、海行きたい、2人きりで。二人きりで？誰と誰？ママ。ママと？ママと二人で海に行きたいの？海は何しに行くの？泳ぎに行くの？綺麗な石とか、なんか見つけたい。なるほどね、綺麗な石とか見つけたり、お話ししたりとか。あのさ、ママが海行ってて、で、レントに綺麗なさ、石をさ、あげてさ、ゆずもいいなと思ってさ、今度、ママと一緒に行って、綺麗なやつを何個か持ってって、大事に持って。いいね、今度それをやろうね。やろう。小雪のスポーツテストもやろうね、またね。ゆずちゃんは小雪ちゃんのこと、小雪はゆずちゃんのこと、好きなところどこですか。はい。いいよいいよ。はい、ゆずの好きなところどこ。ゆずの顔。顔が好きなの。顔のどこが好き。鼻。ゆずは。こいつの顔の、かっこいい感じがある。かっこいい感じ。お口。うわ。性格だよね。
性格。いやいや。ママのどんなとこが好きですか。言えますね。はい、言ってください。はい、化粧するところ。化粧するところ。というわけで、すごくたくさんの質問を皆さんに送っていただいたんですけれども、まあ、彼女たちの、体力の限界もあり、今回は、こちらでね、以上とさせていただきますけど、すごくたくさんね、質問を書いてくださってありがとうございます。またね、ちょっと第2弾、第3弾でできたらなとも思っております。で、またちょっとずつ成長していったら、また違った答えが聞けるかもしれないし、それもまた楽しみだなと思いながらと思ってます。というわけで、皆さん質問ありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。